こんにちは、ヨガインストラクターの中橋圭一です。今日はですね、よくあるご質問にお答えしたいと思います。それはこの前屈がね、届かない、体前倒すのが届かないというものですね。そういう場合ね、このタオルを使って結構です。まずはできるところから始めるのがいいんでね、早速やってみます。タオルをかけます。かけます。で、こうやって倒せばいいですね。膝は曲がらない方がいいです。膝は伸ばして倒します。余裕があればどんどん根元を持っていくと、最後は持つと。難しければここでタオル持って前に前に倒してみてください。お腹と太ももを近づけます。お腹と太ももね。はい。で、起きてきてもう一度前に前に倒して膝伸ばしてお腹と太もも近づけます。ゆっくり起きてきてください。はい。こんな風にタオルを使っていただくと無理なくできます。で、何度もやってるうちにだんだんタオルのね、感覚が狭くなって手で直接持てるようになります。届かないということでやめるよりかはタオルを使って何回でも挑戦する方が長続きしていいですから、ぜひやってみてください。以上です。よかったらこちらからチャンネル登録をよろしくお願いします。